皆さんこんにちは、ブルーベリーちゃんだよ。今回は七夕ショーの展望をしたいと思います。それではどうぞ。こちらが過去10年の1着馬から3着馬のデータになりますが、ゼビントやマイネルフロストのように重賞で活躍した勢いそのままに、ここでも活躍する馬もいれば、去年のクレッシェンドラブやミッキースワローのように重賞でもさっぱり活躍できなかった馬が突然ここで活躍するなど、つかみどころが全然ないレースとなっています。ではこういう場合どこからでも買えそうなんですけれども、ひとまず目立ちやすいデータを探していきたいと思います。こちらが年齢別のデータとなりますが、この点においては他の重賞と変わらず若い馬の方が断然有利なようです。7歳以上で馬券に絡んだのは3年前のメドーラークと5年前のダコール、8年前のタガノエルシコというように副賞率も 10% を切っていますので、頭数の割にはちっとも馬券に絡んできません。ただ馬券圏内に来た時の破壊力がかなり強力で、単勝万馬券のメドーラークがまさにそうでした。今年は4歳から6歳のメンバーが中心となる中で、5頭も7歳以上の馬がエントリーしてきていますが、さすがにクレッシェンドラブとプレシャスブルー以外はちょっと厳しそう。どこかで線引きをして馬を絞り込んでいかないといけません。続いては今週もハンデ戦ということで、金量別のデータも見ていきたいと思います。こちらが過去10年の金量別のデータなんですが、57キロが5勝していたり、52キロもイタリアンレッドが優勝していたり、軽ハンデだろうがハンデが見込まれていようが活躍することが見ては取れますけれども、ちょっと面白いデータに行き着いたんですが、昨年のクレッシェンドラブと一昨年勝ったミッキースワローはトップハンデなんですけれども、3年前の2着のマイネルサージュは2番目の負担重量、そして4年前のトップハンデのマルターズアポジーは敗れたんですけれども、そこを勝ったゼビントは負担重量では2番目の重さ、5年前もトップハンデのダコールは2着なんですが、勝ったのはそれより1キロ軽いアルバートドッグ、6年前も同じような傾向が出ていまして、どうやら最近の成績でやたらと目立つのがトップハンデから 500g ないし1キロ軽い馬が大活躍しているということが目立っています。今年のメンバーで見てみますと、トップハンデはクレッシェンドラブですが、1キロ軽いところでトーラスジェミニやマウントゴールドなど人気があってもなくても魅力的に映る馬が非常に多く感じます。どの馬も前走に実績があったり、もしくは福島競馬場で実績がある馬たちですので、この中から軸を決めてもいいかもしれません。福島競馬場への相性、そして追い切りを含めて軸馬を選んでいきたいところです。最後に枠番別の成績を見ていきたいと思います。こちらが過去10年の枠番別の成績ですが、4枠と6枠で好成績、そして7枠の不振が目立ちますけれども、副賞率という観点ではそこまで大差がないということが現状になります。ですので馬番別で見ていきたいと思います。こちらが過去10年の馬番別の成績ですけれども、1番や3番枠なども不振なんですが、13番から外が今一つという状況です。小馬戦線ともなると実力差があまりなく、あったとしてもハンデで補正されてしまいますので、位置取り一つで差がついてしまうという現実が垣間見えるのがこのデータなのかもしれません。13番より外で馬券に絡んできたのは2019年のクレッシェンドラブと2011年のイタリアンレッドだけ。あと内枠の1番も2007年以降14年間馬券に来ていません。極端な内枠、そして外枠は過大評価してはいけないようです。続いては気になる馬をピックアップ。以上、七夕賞の展望でした。
続いてはプロティオンステークスの展望に移りたいと思います。今回は開催場と距離が全く違いますので、小倉の 1700m 戦の特徴について見ていきましょう。まずは客室の傾向からです。こちらが過去5年における小倉ダート 1700m 戦の3勝クラス以上の成績ですが、小倉は小回りかつ直線が 291m と、実は川崎や浦和よりも直線が短いという地方競馬もびっくりのコース形態をしています。ですので圧倒的に前に行く馬が有利、後ろにいても多頭数だと馬群をさばかないといけませんので、前有利なのはお分かりの方も多いかと思います。もちろんペースが上がって捕まることも多いんですが、その場合は先行馬に注目をしておけば良さそう。今回は名称ワザシですとかワイドファラオなど結構前にこだわる馬もやってきますので、番手から中段にいる馬にチャンスがありそうです。馬場の得手不得手を見分けて軸馬を決めておきたいところです。そして意外に枠番にも傾向が出ています。こちらが同じ条件で枠番別の成績を出してみましたが、2枠から5枠に活躍馬が出ているのに、1枠は上位クラスでは5年間勝利がありません。そして8枠もコパノチャーリーの1勝しか挙げていません。ということで馬番で言いますと1番、そして14から16番と最内と大外近辺があまりよろしくない成績となっています。これは未勝利戦ですとか条件戦ですとその傾向は消えつつありますので、上級クラスでしか使えないデータとして押さえておきたいところです。一方で血統面ではあまり差は見当たりませんですけれども、注目したいのは馬体重についてです。こちらが馬体重別の小倉ダート 1700m 戦の3勝クラス以上の成績ですが、馬体重の大きい馬の方が明らかに副勝率が高いようです。さすがに540キロを超えてしまうと一等馬券圏内はいませんけれども、520キロ以上で副勝率がこの数字というのはダートならではのいい数字かと思っていいのかもしれません。これは雨が降って時計が出る馬場でも同じような傾向でしたので、一見小回りは小柄な馬が強いかなと思いきや、しっかりと体力がある馬の方が最後まで持ちこたえるという、東京のマイルとは 100m しか差がないのに全然違うような傾向が出るのは非常に興味深いところです。そして最後に厩舎別の成績ですが、矢作厩舎、安田高之厩舎、音出厩舎とリーディング上位の名門厩舎も数字がいいんですが、注目したいのは南克実厩舎ですとか足立厩舎もこの条件に限ってはいい数字を出してきていますので、そのあたりは気をつけておきたいところですし、他のレースにも使えるデータかもしれませんので頭に入れておきたいところです。この辺りを参考データとして集めてみましたが、もし気になるシチュエーションを調べてほしいということがあれば、コメント欄に書いていただければお調べいたしますので、どうぞ遠慮なく書き込んでください。調べられる限りで解決したいと思います。続いては気になる馬をピックアップ。以上、気になる馬のコーナーでした。今週は七夕賞とプロティオンステークスの予想動画をアップする予定です。また木曜日の川崎競馬の交流受賞スパーキングレディーカップはブログで予想する予定でございます。ブログへのリンクは動画の説明欄に貼っておりますので、どうぞご参照ください。ですが、先週も CBC 賞のピクシーナイトを鉄板軸として副賞勝負を推奨して4連勝としておりますが、今週も住所限定の濃厚な情報をお届けいたしますので、チャンネルメンバーシップの方もどうぞご検討のほどよろしくお願いいたします。それでは週末の予想動画でまたお会いしましょう。